つか師匠みたいな一流の傭兵になるんだ。ここでしっかりと学んでね。先生は私に素質があると思う？たくさん稼げる傭兵になりたいんだけど。うん、金持ちになりたいってわけじゃないんだけどね。先生、フェリックスのやつを見ませんでした？昔から目を離すとすぐいなくなるんですよ。ま、そんなことだろうと思った。すいません先生、助かります。ですよね。じゃあもしかしたら。先生、お仕事の帰りかしら。こんなに遅くまでお疲れ様です。先生のおかげで私毎日充実してるわ。あんまり頑張って体を壊しちゃダメよ。先生ったら無理してそうで心配だわ。たまには私や他のみんなを頼ったって、女神様は罰なんて当てたりしないのよ。あのね先生、ちょっと嫌なことを言っちゃうかもしれないけれど、実を言うと、先生に初めて会った時、私ちょっと不安だったのよ。あなたって先生にしてはちょっと若すぎるくらいでしょ。だけどそうとは思えないくらい、あなたってしっかりしてるし、強くてかっこよくて、私たちのこともちゃんと面倒を見てくれてるじゃない。だけどね、だからこそどこかで無理でもしてるんじゃないかなって。先生がそう言うならいいけれど、やっぱりたまにはお休みも必要よ。疲れているとつまらない失敗もしちゃうし、まあ私なんかは疲れていなくても失敗ばっかりだけどね。訓練の日にちを間違えたり、物をなくすなんてしょっちゅうね。この間なんて制服を着るのを忘れたまま訓練に出ようとして、あの時は本当に恥ずかしかったわ。私ったら本当にうっかりしてて、とにかく私は無茶はダメよって言いたかったの。たとえ体を壊すくらい無茶をしたって、なるようにしかならないんだから。お、あ、そうだ先生、何か困ってることはないかしら。私でよければ何でも手伝うわよ。何でも頼んでいいのよ。困ったことがあったらいつでも何でも言ってちょうだいね。
時間いいですか？これセイロス騎士団の人からお借りした戦術の教本なんですけど、ちょっとわからないところがあるんです。先生、教えてもらえませんか？やった！ありがとうございます。この状況図なんですけど、この騎兵部隊はどうしてあえて不利な森の中に布陣して。なるほど、おかげですっきりしました。さすが先生は教え方がうまいんですね。やっぱり先生に聞いて正解でした。私勉強というか新しいことを学ぶのが大好きなんです。だからこの士官学校に来て魔法に戦術に武術にいろいろ学べて、今まで生きてきた中で一番に充実してるんです。あ、実はこの後も書庫で調べ物をして魔法の練習をして、それから剣術の。じっとしてる方が疲れちゃいませんか？私、昔から何もしないでいるのがあんまり得意じゃなくって。そう、例えばお休みの日の朝にはお掃除しないと落ち着かないみたいな。よかった、分かってもらえて。あんまり分かってくれる人がいなくて。メイチェなんてお休みの日は部屋から一歩も出たくないなんて言うんですよ。それでそれで、あ、大変、私今日料理当番の日だったのすっかり忘れてた。先生、それじゃあ私行きますね。いろいろありがとうございました。無謀な挙兵で領民を危険にさらすなど貴族にあるまじき愚行だな。平民が不自由なく暮らせるよう計らうのが貴族の責務。そうは思わないかね。だろう。故にこそ貴族は平民からの敬意を受けられるのだからな。すみません、こんなはずでは。はい、次こそは必ず。手応えがありました。
見てくれてありがとうございました。今後の糧としよう。理解が深まった。理解が深まった。よろしくね。